はい、おはようございます、今日は10月13日火曜日です、今日は、プミポン国王記念日ということで祝日で休みで、昨日に引き続きアユタヤに来てます。今朝の9時頃なんですけども、本当だったらですね、朝の日の出の時からちょっとドローンを飛ばしてみたいなと思ったりとか、いろんな遺跡の観光地関係が、朝の8時ぐらいからオープンするんで、もうその時間から観光に出かけたいなと思ってたんですけども、あいにくの雨でですね、もうちょっととても外出できる状況にないぐらい土砂降りだったんです。で、まあ、今もちょっとまだパラパラ降ってるんですけども、もうお腹が空いてしょうがないので、ちょっと、がっつり食べれそうな、カフェが見つかったんで、そちらに、グラブタクシーで向かってます。はい、めっちゃおしゃれな感じのカフェを見つけてしまいましたよ。ですね、ここはアユタヤで超有名な遺跡ワット・マハタートの、すぐ向かいにあるお店の名前はあ、これコーヒーオールドシティさん。はい、ここ本当にもうこの遺跡の真正面にあってすごい雰囲気いいんですよ。で、朝食のメニューとかもむちゃくちゃ豊富で、朝からがっつりいけますね。これはシンプルブレックファーストっていうメニューですね。これはスクランブルエッグのパターン。はい、そしてこれは未知の食べ物ですね。パンケーキっていう名前らしいんですけども、ちょっと減量中の僕にはちょっと何のことだかよく分かりません。食後の口直しのブラックコーヒー、すごいサイズ感。これ伝わらないかな、カメラだと大きいですね。あ、頭が落ちてるわ。さすがの今日は天気が不安定やな。あの写真撮りたいの。あ、終わった。すぐ見つかったな。
顔してるね。うん、笑っとるな。うん、おお、なんかいろんなとこに犬がおるな。怖い。なんでみんな頭がないの？それはミャンマーに壊された。壊された。うん。ミャンマーや跟那个泰国也是那个同じ気象庁のはずなんやけど、ほとんど。なんでこんなことするの？ちょっとよくわからん。戦争っていうのはあかんのやな。全部壊れてるね。これ壊れた後の頭ってどこに行ったんやろ。破壊されるのは分かるけど残骸がないよな。こんな遺跡見ても真には何のことか全然分からへんもんな。まあパパも何のことかよく分かってはないんやけど。結構綺麗に残ってる仏像もあるな。後で作ったんやのか。大きいな。スト2のサガトのステージを思い出しますね。タイガーアッパーカート。
前でやってる人の見て、あ、ここにろうそくがあるから、あ、花はあそこに置くんやな。金箔、そうそう、そこに金箔が入っとるから、それを貼る。うん。うん。それ中国のやり方じゃないの？中国人とかじゃなくてさ、あの、これ神様じゃないからな、仏様やからやり方違うと思うで。正しいやり方分からへんけど。でも分からないでしょ。分からない、うん、だから、うんうん、自由に、うん、あ、天気が良ければいいのにね。写真撮ってあげて。しんちゃん寝てないか？しーちゃん元気がない顔。眠い。なんか今までの場所と全然違って観光客の人すごい多いですね、ここ。なんか衣装を皆さん着てますね。ここはなんかそういう場所なのかな。これでもあれどういうことかちょっとわからんけど、完全にあれ新しいの作ってるよね。違うかな。あれ新しいの建設中じゃん。あ、ここも頭のない仏像がいっぱい並んでますね。右腕がない。なんかこの辺さ、頭がないものを作ってないか、新しく。これ明らかに新しく作ってるよね。作るよ、ほら、半分あるでしょ。そのまま残してるんじゃなくて、新しく作って再現してるんじゃない？
なんか四足歩行の動物の神様みたいなやつが、あ、ああ、ゾウさんの鼻がないってことか。ああ、ゾウさんか。ゾウさんの頭とか鼻がなくなってるやな。あそこ上にある仏像も頭がないな、やっぱりな。これ上から落ちてきたってこと？っていうかこんなのが上に乗ってたの？どうやって作ったの昔の人。へえ。ああ、こういうのも全部仏像がバラバラになっとるな。シーンどうしたん？何かを感じてるの？こういう状態を見て。こういうの好き？来ない？きれいな。ステーション、先ほどですね、バンコクに戻るために、アユタヤ駅、電車の駅に来たんですが、その時にですね、時刻表の、4時37分の電車に乗ろうとしてチケットを買おうとしたら、その電車自体が1時間遅れてるよと。で、それより早い電車はもう行っちゃったということで、今から最短でも1時間40分待たないといけないということなので、電車で帰るのをやめて、乗り合いのミニバンで帰ることにします。ということで今ミニバンの、出発駅みたいなところ乗り場まで、トゥクトゥクで向かってます。帰れるかな。やばいな、しんちゃん。するかな。今4時10分。多分これお客さんがいっぱいにならない出発せえへんからな。最初到着就好了哈。吃完饭直接走过来问一下就好了。いやだって。あれギリギリからだ。ここに来る時間がないな。だって1時間遅れへんかったら絶対電車の方がいい。まあいいかどうかわからんけど。はい、今ロットゥの中でまだ出発待ってるんですけど、これは座席がいっぱいになるまで乗客が乗ったらようやく出発してくれるっていうシステムのようなんですけども、今ね私がこれに乗り込んでから、15分ぐらいかな。でもうそろそろいっぱいになってきました。結構バンコク戻られる人多いんですね。
あれ電車が遅れたから同じようにこっちに方針転換した人も多いかもしれませんね、うん、なんかネットで調べてたら結構めっちゃ待たされる人いるみたいですけど、あ、今運転手さん乗りましたんでもう出発すると思われます。今4時27分なので、元々の電車の出発時間よりも10分早く出れたということで作戦成功みたいですね。やった。今5時50分ですけども、これはモーチットですね。BTS モーチット駅とか、地下鉄駅とか、あるところに着きまして、ここでバスを降りました。バス、ロッドかな、降りました。で、今、自分でグラブ配車アプリ使って車を呼んで、自宅に帰ると。いうような流れで、帰ることができました。ほっとしましたね。先ほど、自宅に戻りました。はい。で、すぐジムです。すぐジム。はい。今日はですね、ハムストリングの、低重量高レップで、科学的刺激狙いでいきたいと思います。そういえば今日はですね、ラマ9世の記念日ということで、王室カラーの黄色い服を身につけることを推奨されています。ということで私もですね、上下黄色のマキキウェアでトレーニング頑張りたいと思います。トレーニングが終わりました。大雨です。やばい、降りすぎ。昨日ですね、大腿四頭筋のトレーニングをしたんですけど、その筋肉痛がすごすぎてですね、今日はライングレッグカールをやったんですけど、その太ももをこうパッドで支えるじゃないですか。あれがもう痛くて痛くて、もう全然トレーニングに集中できないというか、ハムのトレーニングしてるのに死闘が気になっちゃうみたいなね。ちょっと今日はあんまり身の入らないトレーニングだったかもしれません。あとですね、スティフレッグドデッドリフトをやってたんですけど、本当はですね、15レップから20レップぐらいをやって、それで、力尽きたら、5秒から10秒休んで、でまた頑張って5回ぐらいやって、でまた、5秒から10秒休んで、でまた最後できる限り、まあ、5レップぐらいをやって、で終わるっていうような、やり方を、まあ、普段するんですけど、それをやるとですね、毎セットずつですね、目の前に星が飛んで酸欠みたいになって頭がフラフラするんですよ。はい、これちょっとやばいですね。ということで、もう15レップ前後のストレートセットになっちゃいました。
トレーニングはやっぱ難しい。